メガドライブは派生バリエーションを公式に認めていた。オリジナルでは一度しか大規模な改定が行われなかったのに対し、派生版では地域によって特徴があった。機能拡張が求められた地域もあれば、あまり使用されない9ピン拡張端子などを削減して、コストダウンを図ることが課題となっていた地域もあった。日本で発売された最初のメガドライブパル版のオリジナル2種類の コントローラー3ボタンと6ボタンアジア向けパル版のメガドライブこのコンソールはアジアうちのアジア圏外領地での利用を主として発売された。箱が同一なために日本版とよく混同された。セガジェネシス日本版メガドライブにパル版メガドライブ2メガドライブ2の名称を初代メガドライブで使っていたためメガドライブ3の名称で発売された。 セガジェネシススーパー 32X を接続するための電磁シールド板が付いている。公式名はジェネシス2ではない。セガジェネシス3カートリッジはサイズ比較のための参考1997年に廉価版として発表されマジェスコエンターテインメントが製造した。コストダウンのために拡張ボート及びその関連回路が削除されたためメガ CD スーパー 32X、パワーベースコンバーター、ーバーチャレーシングと互換性がなかった。またメモリコントローラーの不具合を修正した結果、この不具合を利用した、ディズニーズガーゴイルズのような一部のゲームとも互換性が、なかった。ジェネシス3は1998年に、北米でのみ販売された。当初の小売価格は50ドルで、後に19.99ドルまで値下がりした。 ブラジルでテクトイが販売。ブラジルでテクトイが販売していたメガドライブでデザインが一新されており、カートリッジスロットがなく86本のゲームが内蔵されている。コントローラーは楕円型でボタンは3つのみ、垂直に立てられるようにするプラスチックのスタンドが付属する。このコンソールは、 オリジナルのセガのハードから拡張されており、携帯電話と接続できるオリジナルゲームとして、エレクトロニックアーツが開発した6つのゲームが内蔵されている。2009年8月にテクトイが発売したニューバージョンでデザインが大幅に見直された。コントローラーはボタンごとに、色の異なる6ボタン、新しいギターコントローラーも付属する。カートリッジスロットがなく、 ソニック3、ゴールデンアックス、獣王機、ザシムズ2など87本のゲームが内蔵されている。そして、ギターコントローラーでプレイする、ギターヒーローの一色版である、ギターアイドルが新作として含まれている。ワンダーメガ、日本ビクターから販売されていた、メガドライブとメガ CD の一体型。日本では、ワンダーメガ、北米では、ワンダーメガ2が XY の名称で発売。 欧州、南米では、未発売。ワンダーメガにセガマルチメガ、CDX マルチメガメイン基板ポータブル CD、プレイヤーとしても使えるメガドライブとメガ CD の一体型、ゲーム機。南米では、セガマルチメガ、北米では、セガ CDX の名称。イギリスでは350ポンドで販売された。日本航空の航空客室内で、 メガドライブのゲームを遊べるサービス用に開発された。画面や電源は搭載されておらず、客席の前に配置されている小さなモニターを使ってゲームを遊ぶ。本体は左側に方向キー、右側に6ボタンが配置され、ゲームコントローラーのような形をしていた。家庭用版は1994年3月10日に 123US ドルで販売された。 モノラルサウンド出力ケーブルと AC アダプタが同梱されている以外は JAL 版と同じである。その他の追加や改善はなかった。また、アルパインから車載用に AC アダプタではなく、シガーソケットタイプのアダプタを付属させたアシュも販売された。セガジェネシスの窓1995年10月にセガが北米用として販売。 3.25インチの LCD ディスプレイを搭載し、本体背面に添付できるバッテリーパック、6本の単三電池バッテリーパックを電源として用い、単体でポータブルゲーム機として使用可能。また、本体上部に A、V 出力プラグがあり、据え置き型と同じようにテレビに接続してゲームをプレイできる。 TV に接続している間もノーマット本体のディスプレイを利用できる。本体のパッドは1プレイヤーが操作する。2プレイヤー用のコントローラーを接続するためのポートが本体下部にある。32X とメガ CD、ジェネシスでマスターシステムのゲームをプレイするためのパワーベースコンバーターは利用できない。バッテリー寿命も大きな問題で6本の単三電池が2時間で 消耗した。レーザーアクティブパイオニアおよび NEC、ホームエレクトロニクスのレーザーディスクプレイヤー、レーザーアクティブに接続して使用する。単体での使用はできない。レーザーアクティブに接続することで、メガドライブ用やメガ CD 用のゲームのほか、専用に作られたメガ LD 用ゲームをプレイできる。コントローラーは、メガドライブ用のほか、PC エンジン用のものも、使用可能。 なお、逆に、レーザーアクティブ用、PC エンジンモジュールにメガドライブ用コントローラーを使うこともできる。レーザーディスクはこれまでのゲーム機に比べて何倍もの、膨大な記憶容量を持ち、テレビ放送並みのフルモーションビデオや、サラウンドサウンドを記録でき、近年の DVD ロームを搭載したゲーム機では、珍しくもなんともなくなってしまったが、当時は、ルドラムに、 メガ LD 用ゲームソフトに次世代のゲーム機を感じさせられた。テラドライブテラドライブは IBM が製造した8286を搭載する PC であり、メガドライブが統合されていた。日本でのみ販売。148000円から248000円までの3つのモデルが販売された。HDD を搭載していたのはハイエンドモデルのみ。 メガドライブが出力する 15kHz の RGB と PC が出力する 31kHz の VGA の両方の信号に対応できる別売りの専用モニターがあった。また TV に接続するためのビデオケーブルを接続できた。メガドライブは PC を利用中でも並行して使用可能でありパズルコインストラクションで見られるように メガドライブと PC はお互いに通信可能だった。これによりメガドライブのソフトを PC のラムから起動することができた。テラドライブのテラはメガドライブとテラを掛け合わせたカバン号である。メガ PC メガ PC はアムストラッドがセガのライセンスを受けて開発したメガドライブと PCAT5 換気を統合したシステムである。メガ PC は テラドライブとコンセプト的に近いが、全く無関係のプロジェクトである。筐体は CD ラジオとメガドライブ機能を持つドックの2つのコンポーネントで構成される。背面でケーブルを接続する。CD 再生機能とゲーム機能との同時使用はできない。専用の周辺機器とそれに対応したアウトバック、上位というソフトを同梱したジェネシス互換機。 他にない形状をしており、専用周辺機器が使える以外は、通常のジェネシスと同じ仕様である。ただし拡張ボートは削除されている。セガメガテックは、ニンテンドのプレイチョイスマイナス10のようなアーケード筐体で、8本のメガドライブ、またはマスターシステムのゲームを搭載。ゲームは、交換可能。セガメガプレイもメガテック同様のアーケード機である。 カートリッジスロットは4本のみであり、マスターシステムのゲームはプレイできない。カートリッジは日本版メガドライブに似ているが、家庭用のメガドライブやメガテックとは互換性がない。テレビに接続して楽しめるおもちゃのブランドであるプレイ TV のラインナップ拡充を図っていた米国企業ラディカゲームズリミテッドによってメガドライブは復活した。 これは、往年のジェネシスジョイパッドにビデオケーブルが生えており、直接 TV に差し込んで様々なゲームをプレイできるという構成になっている。カートリッジスロットを追加できるような形で一つのチップにメガドライブを凝縮したモデルもある。2006年3月の時点で7つのモデルがある。日本国内でも、このうち一部がメガドライブプレイ TV シリーズとして発売されている。 他国でも別メーカーから発売されているが、国内以上に、ラインナップが、ラディカ社に追いついていない。また、類似品として、独自のパッド形状で内蔵ソフトに変更があるものや二人、プレイ可能な製品も存在する。テクトイ版メガドライブハンドヘルド、メガドライブハンドヘルドは20本のメガドラソフトを、搭載した携帯ゲーム機である。2007年後半より、ブレイズ、 テクトイ、アトゲームズをはじめとして多くの会社から発売されている。以下に示される20本の内蔵ソフトはすべてセガから正式にライセンスされている。本体のバージョンによっては、ザ・スーパー、オシアソニックスピンボールではなく、ザ・スーパー・シノブツーやリスター・ザ・シューティングスターが搭載されている。ゲームは4つのメニュー画面から起動する。いずれのゲームも、拡張や、 特典のない元の状態で提供されている。マルチプレイヤーの選択肢が残されたままになっている。ゲームもあるが、遊ぶことができるのは一人だけである。メガドライブハンドヘルドには、バックライトカラースクリーン、ヘッドフォンジャック、AV 出力、モノラルスピーカー、ボリューム調整つまみが搭載されている。オプションの AV コンポジットケーブルで、テレビに接続できる。 13.56.02.0cm のサイズ重量は 110g2.5 インチのカラー LCD を搭載し、ジョイパッドは3つボタン。3本の単4電池で動作し TB 出力ケーブルも付属した。メガドライブハンドヘルドは好意的に高く評価され、過去に販売されていたメガドライブのゲームをプレイできる携帯ゲーム機である。 セガノーマッドとは特に技術面で比較された。否定的な意見は内蔵ゲームの古さに関するものが大半だった。ドイツのディスカウントストアなどでこれの亜種であるミレニアムメガドライブポータブルが販売されている。セーブ機能に対応していないため収録タイトルのロックマンメガワールドでは致命的な問題が発生している。 あとにメガドライブミニに同タイトルが収録されることで一応の解決がなされた。セガ公認のエミュレーターで動作するメガドライブ、ジェネシスのハードウェア。互換性はあまり良くない。メガドライブハンドヘルドを6ボタンに変更したような見た目を持つ。やはり同じく20本の内蔵ソフトウェアを持つが、 SD カードスロットを搭載しており、そこに別売りのゲームデータ入りのカードを指すことで内蔵していないゲームをプレイすることができる。当初は著作権保護データをダウンロード販売する予定だったが、現在に至るまで放置されている。ちなみに実際のところ保護されたデータでなくとも動作可能である。セガが認可した新しいメガドライブベースの互換機として発売された。 カートリッジをそのまま利用できる。権利取得元のアトゲームズとブレイズから発売。H&B からもワイヤレスパッド版が登場している。ジェネシス版はレトロビットより発売。見た目にかなり特徴があり、まるでソニックを模したようなデザインを採用している。カートリッジスロットを採用した末置き機。プレイステーションポータブルに非常によく、 似たデザインの携帯型ファイアコア互換機。ノマドより携帯性が高まり、液晶も綺麗になった。1990年代初頭から中期にかけて、スーパークリエーションというメガドライブの飛行人クローン機がアジア市場で販売されていた。セガのロゴが右下にないたは、日本版メガドライブの初代機に似た形をしている。拡張ポートや、 ステレオヘッドホンジャックがなく、ジョイパッドのコネクタは純正のメガドライブと互換性がなかった。世界中のメガドライブソフトが動作するほか、リフレッシュレートチェックを無効化する改造が施されており、パル形式の機械でありながら、日本や米国の NTSC 版ソフトが動作する。ただし、セガは一切これらのクローン機の設計、製造には関与していないので、 メガドライブ用ソフトを装着しても各種動作は実機と異なる。日本でも2010年代後期以降より MD 互換機などと称する非公認クローン機がファミコン互換機などと同様に一般市場に流通している。普通のユーザーも気軽に購入することができるがソフトの挙動については前述の通りありがとうございます。